動画撮ってんだよ。え、また撮ってるの？ねえ、立って抱っこして。ね、すごい目覚めです。今の朝のソング、ももが先に起きてるからね、バタバタですよ。何がね、キジいいね、なんだ今日北斗くんにさ、ランペさんたのに会ったさ、あそこのお店説明中に食べたかった。夢だった。じゃあ今日の投稿日ルーティンスタートです。いいじゃん。はい、ということで、父はゲームでクリアしなさそうなので服を選んでいきます。今日の服はもう決まってて、いってらっしゃい。今日の服はパパがこれで買ってくれて届けてくれた、もうなんかね、島村で買ってくれたんですよ。かわいくない？これと、あとスカートはね、この間ね、あれ決めてたんだけど、あれ、ちょっと待ってね。で、そこに、あ、違う、捨てちゃったじゃなくて、こっち置いちゃった。今日のコーデは、この真っ黒のスカートに、まあちょっとあれ、バラがついてるやつです。着替えますね。いきます、3、2、1。はい、ということで着替えました。着替えるのに10分かかりました。 YouTube を見ながらだから。あ、靴下。今ご飯を待っています。今ね、行ってね、待って、これ半袖やば。今日はね、ごめんなさい、もうね、スーパーに今日行かないと食材がないってくらい なかったからね。イエーイ。そう、あ、でもカレーの残りあるんで、黒のカレー食べる。そう、いただきます。これを食べ終わると長いことが食べる。食べない。ご飯は結構多いんですけど。結構多い。ごちそうさまでした。パイシート食べたい。ん？パイシート食べたい、うん、珍しいよ、ここなんて。髪やっていきます。まずは、あ、溶かしません。まあ、溶かします。やべ、結集をしたらこれをつけます。きついってくるからね、これこんな、これをつけます。こうやってね、したらこの間ね、前髪切ったばっかり巻く必要もないんだけど、じゃ弱いアイロンでちょっと前髪をやります。手がいいよ。手ないよ。これ移動します。みんなと多分同じぐらいだと思うんだけど、これはね、もうマジで本当に弱い、最強に熱くなっても触れるぐらいなんですね。で、これね、なんでピンとかなんかあったり合わなかったりなんだろう。バッテリーを充電するときにつけるこの先のやつとここにつけます。毎日これをやってるんですね。まあ出かけない日はやらないけど、最近出かけないからこれしてる。短くて切ったばっかだったんです。セルフカットしたの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20ってやると、ああ、いい感じ、いい感じ。思った先とか。はい、終わりました。小暮さんからもらったね、充電器これね、めちゃくちゃいいんです。なんかね、今日は久々の投稿なので、全然緊張とかはしないし、全然、全然緊張も何もしないんですが、宿題とかやったのを今日は持って行って、先生がちゃんと試験やってきたとか何してたとか、ちょっと話して、で帰る感じです。今日はね、あんちゃんに会えるんだ。学校登校するときに一緒に行くから、前髪切った方がいいのかな。あ、皆さんこんにちは、岩尾ちゃんです。で、今日は束縄手を紹介します。ちょっとよくわかんないけど。で、マスクがね、あれ待って。なんかグレーのこれはすごく小さすぎたので、これはももちゃんにあげて、いや、黒いのがちょうどぴったり、いや、ぴったりじゃないけど、まあまあだったんで。
あれ意外といけちゃう。くしゃみね、あの昨日インスタライブやった時にはヘクシンとかとかなってたんですけど、もう昨日夜も寝てから朝は全然出なくなりました。いつも学校行く時は時間ないんですけど、今日は登校日なので時間があるのでカリンバを練習していきます。何か分かりましたか？なんか口がね、こうやってじゃじゃ、まあいいとしましょう。あと30、あと20、あと30分後にあんちゃんが家に来ます。じゃあちょっと一回 LINE してみるか。おはようって言う、おはようって。あんちゃんから LINE 来てた。ごめん。おはよう。おはよう。おはよう。今動画撮ってるよ。え？はい、今起きたばっかり。おはようございますって。おはようございます。あんちゃんは朝は元気ありません。同じです。あんちゃんは起きたばっかりだそうです。今ね、ルーティーンの動画撮ってんだよ。え、また撮ってるの？そうだよ。じゃあ、そうなん、もう少しお願いします。え、なんでもありません。はい。さよなら。バイバイ。みたいな感じですね。元気な。バイ。抜けようね。今ちょっと桜スクールシミュレーターをやりたい気分なのでやりたいと思います。あの桜スクールシミュレーターやってる人しか分かんないと思うんですけど、あのアップデートが来てパレスって場所ができて、めっちゃすかわいいのこんなのができててね。あ、ちょっと爪切りしないでください。待って、みんなにお知らせしたいことがあるの。今ね、インスタのストーリーでお願いだから聞いて。100万円になったの、桜作りシミュレーターのお金なのにね。なんか桜作りシミュレーター壊れて一回消したら、まあ5000円に戻って今14万です。本当に最悪、もうマジで最悪。ちょっとこんな感じで時間がたくさんあるので桜作りシミュレーターいきます。今からカメラケをしていきます。これだ。歯磨き粉はなんかこれなんか書いてることがよくてつられて買っちゃいました。いきます。ということで、あの時間がね、こんなことしててもあと10分ほどはあるので、あの今日持っていく宿題はもう終わったんですけど、次の週の宿題をちょっとやりたいなと思います。イエーイ。あのめっちゃあのね、岩がよくやる なぜかキモいぶりっ子みたいな喋り方でやりたいと思います。みたいな喋り方するんだよ、結構なんか自分でもキモいと思うんだけど、なんかよくわかんないけどね、そういう喋り方しちゃうんで。ちょっと待って、なんかね、体勢がちょっと何も置くやつがない。まあ、そんなにガチでやんなくてもね。はい、ということで、あんちゃんが来ました。あんちゃんがそこにいました。なんか一つやね、全部黒で。あんちゃんです。はい、じゃあ行ってきます。
今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからは Twitter、Instagram を見てね。バイバイ。